私の名前は赤井ドルイチ。この会社で営業部長をしている。今日は諸君らに我が社の福利厚生がいかに優れているかを知っていただきいい機会だったのだが、どうやら20秒 CM では3倍のスピードでも無理のようだ。今度見学にでも来るといい。共栄炭鉱所。これが新しく配備された私の機体か。いえ、炭造ハンマーです。足がついていないが。だから炭造ハンマーですって。新しく装備された油圧ペダルが私に使えるか。え、あんた営業でしょ。故障できるわけありませんよ。はっきり言う気に入らん。貴様は拳法だ。なんでだよ。私を導いてくれ、共栄炭鉱所。北米ブラジルとアメリカ大陸の大半は我々の勢力下だ。次にヨーロッパ、オセアニア地域への輸出拡大が私の使命だ。しかしアジア諸国の安価な製品力は脅威だ。やってみるさ。見せてもらおうか、技術立国の底意地とやらを。共栄炭鉱所。